ひらめきインスピレーションってなことについてお話しするつもりなんですがその前にちょっととしたたた前置ききをさせていただきたいだ思うんですですその前置きとひらめきとはえらくそのかけ離れてるように思うんですが思われるかもしれませんが実はそうじゃないというようにして話を運ばせていただきたいと思うんですね。 で、私の考える、まあ、理想の人生というようなことをお話してみたいんです。で、私はこういうふうに思うんですね。理想の人生には3つの条件があるんじゃないかと思うんです。一つは、まず好きなことをやって生きていくということです。それから2番目は、それで食べられると。 ちょっと話がえげつなすぎるじゃないかとおっしゃるかもしれませんですけれどもあの私は今ここでですねえ,ー、えいお坊さんだとかわけのわからないことを言う哲学者の真似をするつもりではないんですこぶる具体的にものを考えている行くつもりなんですそうだとすると理想の人生の最初の二つの条件が好きなことをやって生きるそれで食べられるというのはまあいかにも最もな 話だと私は思ってるんですがね。それから3番目がですね、好きなことをやって食べられればそれは結構なんですが、そういう話が極端になりますと、例えば人をぶん殴って歩くのが好きだというような人がいたとして、えー、みんなをぶん殴って歩かれたんでは周りの人を迷惑しますからね、えー。それのためのブレーキをかけなきゃいけないと思うんですね。つまり好きなことをやって食べられるそのことが、いささかなりとも世の中の人のためになると。 これがもう一つ理想の人生ということを言うためには必要な条件だろうと私は思うんですね。繰り返し申しますと、好きなことをやって食べられて、そしてまあそれがいささかなりと世の中の役に立つというような、そういう人生を送れたらば、 これが理想の人生じゃないかと私思うんですね。近頃そういう言い方があのそれこそさっきちょっと足ざに行った哲学者などの間にもささやかれるようになりました大変いいことだと思うんです、えー、難しい言い方で言うとこういうのを自己実現というんだそうですね自分自身を実現するということですつまり、 自分にとっての理想の人生を生きるということですねさあそのそういう理想の人生を送るためには、まあ、いくつか条件があると思うんですがまず第一にですね、えー、その近頃の若い人なんか見てると特に感じることなんですが自分の好きなことをやって生きるっていう場合にその自分の好きなことが何であるかよくわからない人が、まあ、ちょっとオーバーに言うと大部分じゃないかと思うんですね。 ですから、例えば大学出て就職考えるって場合に、まあ、月給さえ余計であればええわ、ってなことでですね、えー、就職するってなのが、かなりそういうのが見受けられる。 そうすると世の中の変動でですねバブルが弾けたりしますと急におまんまが食べられなくなっちゃったりしてですねえー、戸惑いするというような人が近頃よく見受けられるんですねでですから要するにまずその理想の人生を生きるためにははっきりとした目標をこういうのが理想の人生なんだと自分の好きなことというものについてのはっきりとした自覚を持たなければいけないと思うんですね 例えば、ギリシャの鉄人ソクラテスもですね、己自身を知るということを彼の哲学の大原理としております。己自身を知るというのは、もうちょっとわかりやすく言えば、自分が好きなことが何であるかということを知る。そして一生それで邁進、それに向けて邁進していこうという最終目標を知るということだと思うんですね。 そういう意味で、まあ、特に若い人たちに、私、声を大きくして言いたいのは、自分の好きなことを早く、できるだけ早い機会にはっきりと見極めろということだと思うんですね。そういうために、彷徨い歩くというのこそ、青春の方向というものだと、私は思っております。で、とにかく、 目標、自分の好きなことをはっきり見定めるように、いろいろと努力しなさいということですね。それから、二番目は、ここで、その、アイディアというような話、インスピレーションという話が登場してくるわけですが、その好きなことをやっていく、生きていくためにはですね、やっぱり人の思いつかないような新しいアイディアというものを考えつく、また、その考えついたことの実現に向けて努力している、いくと。 そういうことをやるのが好きだ、道だというような、そういうその新しいアイディアというものが必要だろうと思うんですね。そういう意味で理想の人生という大冗談に振りかぶった話と、その今日の主題と言ってよいアイディアの開発、インスピレーションといったものがどうして得られるのか、どういうふうにしたら得られるのかという話とが、ここで結びついてくると思うんですね。 これが2番目のことですね。つまりこれで理想の人生の、なんていうか考え、生きていくための1番目に重要なことがはっきり目標を見定めるということ。2番目がアイディアの開発に努めるということだというお話をしたつもりです。もう一つですね、私大事なのが人様との付き合いだと思うんですね。自分の好きなことをやって生きる。 で、それでおまんまが食べられるということをもうちょっと考えてみましても、例えば若者がいきなりある会社へ就職してですね、そこでそれこそ文字通り自分の好きなことをやって、それでおまんま食べられるかとそう調子よくはいかないだろうと思うんですね。自分の好きなことが、 結局のところ、会社にとってもあんまり経済的に損ではないというような、そういう報いをしなければ、会社だっていきなり会社へ入ってきた若者にお前好きなことをやれというようには、そんなに調子のいい世の中では私ないと思います。 つまり好きなことをやって生きていく、そういう理想な人生を送るためには人様、今ここではあ会社へ入った若者と、それから会社、まあ、会社の重役とでも言っておきましょうか、というような形で人様の付き合いが大事であるというような言い方をしたつもりですが、私もこれまで相当長い人生生きてきましてですね、今 72. 点何歳ですけれども、考えてみますと、本当にあの、 理想の人生、今私が最初に定義したような意味の理想の人生を送るためには人様との付き合いっていうのがとっても大事だったと思います。私は人様と付き合う場合に誠実に付き合って、 約束したことを必ず実行するとか、そういうようなことをきちっと守ってきたつもりです。また、密かにその、この人は、ああ、付き合いをしていい人かどうかっていうようなことを見,見極める場合にも、誠実な人であるか。つまり、私の言う誠実ってのは、約束したことを必ず実行する。実行できそうもないことを約束しないという意味ですが、そういうことを含めた人様との付き合いと。これが、 理想の人生を築いていくためのもう一つの条件だと思うんですね。え、時々復習いたしますが、ここまでのところを復習しますと、理想の人生というのは好きなことをやって食べられて、え、それでそれがいささかなりとも世の中の人々のためになるというのが理想の人生じゃないかと。それを考える場合に重要なことがこれまた三つあるんじゃないかと。一つがきちっとした目標を見定めるということ。 己自身を知るとというこ二番目がちょっと人が思いつかないような素晴らしいアイディアを思いつくというようなことが二番目三番目はそのアイディアを実際の形にしていくためには自分自身がその一生懸命働いてもそれだけじゃ済むことじゃないんで人様との付き合いが とととても大事なことなこんですよとそういうことにも絶えず注意して生きていきなさいねというようなことをその大きい今日の話の前置きとしたということです。次には理想の人生を生きるための非常に重要な要素である「ひらめき」という話をしてみたいと思うんですね。それについての具体的な話に入っていこうと思うんです。で「ひらめき」と言いますとね何かその世の中の人々が受ける印象はです。 棚からボタン持ちとよく言いますね。昼寝してたらば、あボタン持ちが棚から落ちてきて、ちょうど開けてた口うまい具合に入ってというようなあ、そういった印象を抱きがちですね。これほど間違った考えはないんだというふうに私思うんですね。例えば、湯川先生、もう日本の生んだ偉大な物理学者である湯川先生、日本人で最初にノーベル賞を もらわれた先生ですねこの先生が先生の重要なテーマであった中間子理論というのを考えついたその前後のことについて自伝の中で書いておられます。で、それによりますと、なんか室戸台風という台風がその関西地方を襲った。 時にですね、ちょうどその台風も来たし、それからちょうどその夜に、この中間死と言いましょうか、その間のことについていろいろと考えていて、寝られなかったと。ところが、急にですね、何かパッとひらめいたように思って、それでこう頭の中で反数してみて、どうもこの考え間違いないぞと考えついたというようなことを書いておられ これをですね、えー、その、鵜呑みにして、えー、読みますとですね、これは中間子理論みたいなすごい偉大な理論を思いつくのには、あそのできたらば台風の来た夜にですね、えー、寝ないでうつ,うつとものを考えるのがいいんじゃないかとお考えるぐ、まあ、愚鈍な人がいてですね、そういうことをやっても決して湯川先生の中間子理論を思いつくわけじゃありません。 ちょっと滑稽な言い方をいたしましたけれども、要するにインスピレーションってのは棚からボタン虫という話ではないということですね。 また、その、有名なその発明王トマス・アルバ・エジソンがこう言っております。いろんなことを、なるほど、と感心するようなことをあの人はいくつも言ってるんですがね。一つはこういうことを言ってるんです。えー、自分を時々世の中の人は天才だと読んでくれると。としかし自分は決して天才じゃないんだと。 自分に天才と呼ばれる要素が多少ともあるとすれば、それは努力を持続できる、つまり継続の天才だと自分は思うと。そういう言い方をしております。これはひらめきの実体が努力の継続であるということをちゃんと言っておられる言葉だと思うんですね。同じエイジソンがまたこういう言い方もなさっております。 自分がそのアイディアを生んだその要素を分析してみると95、95%の汗、英語ではパース s レーションとって言いますね95。95%の汗、それと5%のインスピレーションとコこういうふうに言っています。パース s レーションとインスピレーションとは語呂合わせという感じもあるわけですけれども、これもですね、 要するに95%の汗を流さなければ5%の天から降ってくるようなひらめきは決してないということですね。もうそれはエジソンは身をもって実証しております。例えばあの電球の中にのフィラメントを入れるというようなことについていろいろ工夫したわけですね。 普通のものを材料に使いますとみんな1時間くらいで燃え尽きちゃってそれだと伝統が1時間しか役に立たないわけですからねそれじゃ困るというわけでフラメントの材質としてどんなものがいいのかということをこれはエジソン自身が書いておりますがだいたい2000種類くらい試してるって言うんですね最後に良かったのはどっか京都の郊外の竹の 竹尾のなんてか芯を燃やして、それでそれをフィラメントにしたものが良かったということですね。現在ですと、タングステン使っておりますけれどもね。まあそれはそれとしまして、とにかく電球のフィラメント、長持ちするフィラメントをですね、あれこれと2000種類試すということ。これがアイディアを生む。 話の実態だと思うんですね。なんか、机やにーっと座っててですね、ああ竹がいいなんて、その考えつくというほど、世の中はイージーにはできていないということですね。これが、まあ、一つ二つの前置きになるだろうと思うんですね。それから、ああこの私、いつも考えることなんですがね、アイディアというもの、ひらめきというものを、もうちょっと具体的な形で、しかし、抽象的に語るとすれば、それは、 異質の要素。異なった性質の要素の新しい組み合わせ。異質の要素の新しい組み合わせ。だと私は思うんです。その一番わかりやすい実例はアンパンだと思いますね。 明治の初め頃に、まあ、文明開化の世の中ということで、まあ、横浜とか神戸辺りで最初にパンが入ってきたんでしょうね。今でも横浜やら、あ神戸辺りのパンは美味しいですわね。まあ、それはそれとしまして、パンが入ってきました。それとですね、あんですね。あんっちったら、ま、純日本産と言っていいでしょう。甘いあんですね。あんとパンとを結びつけて、つまり日本人にとっての新しい こう、好みの食料を作り出した人。誰だか僕は知りませんけれど、アンパンというものの発明。これでもう、その人は多分大儲け、金の大儲けしたと思いますが、金の大儲けのことは別にして、今まで全く異質の要素であったアンとパンとをパッと結びつけるということ。これが、 アイディアの開発、ひらめきだろうと思うんですね。さあ、その遺失の要素の組み合わせをするためには、できるだけ遺失の要素をあっちこっちと見て歩かなきゃいけませんね。昼寝してちゃんじゃいけないんで、パンが入ってきたかっていうふうに、横浜や神戸の港町で見るってなことと、従来のあんこのことを知ってるというような、つまり、いろんなその新しいアイディア、ひらめきの材料になる、その材料って言いますか、遺失の要素。 要素をあれこれと尋ね歩かなければいけませんね。それを尋ね歩いて、人々の思いつかないパッと異質の要素の新しい組み合わせを作る、これがひらめきであり、アイデアの開発であると私思うんですね。それを、まあ、偉大なあ科学者の例について申しますと、例えば、 私が一生それをやって楽しんできました学問、地球物理学という学問ですけれども、そこで最近の偉大な考えというのは大陸移動説ですね。大陸が地球上をやっと移動して歩いたという考えですね。で、その大陸移動説というのを言い出したのは、今から80年くらい前に言い出したのは、ドイツのアルフレッド・ウェゲナーという大天才、大科学者なんですが、ただ、その 大陸が移動したんだということを言い出す材料、つまり資料として彼が使った、その材料ってものは全部と言っていいくらい、あの、ウェゲナー以前にあったということですね。ですから、ウェゲナー以前にでも、誰かその見る目を持った人がいたならば、材料があったんですから、これを結びつけさえすれば、大陸移動の新しいアイデアを打ち出されたはずですね。しかし、そういう人はいなかった。 天才ウエゲナーをもってして初めて異質の要素、だだだだとこの場合にはウエゲナーの大陸移動説ではそういう材料が300くらいあると思います。300くらいの異質の要素を組み合わせてそこから大陸が移動したんだというそのアイディア、ひらめきを打ち出すためにはウエゲナーという天才を要した。ウエゲナーの努力を要したと言ってもいいでしょう。 もう一人、生物学において、ま、すごい天才的な考え、進化、生物の進化ということを考え出しました、ダーウィンの話をいたしましょう。つまり、地球上の生物はすべて、もともとの何か非常に原始的な生物からだんだんと進化して、最後に人間が現れるなんていうのは、地球上の生物がすべて進化のたまものであるということを立証した、 あ人ですね、でこの人の,その進化論の材料にしたそのデータと言いましょうか。これもまたですね、ダーウィン以前に全部あったんです。例えば、あ花と花掛け合わせて新しいなんかもっと綺麗な花を作り出す。 あるいは化石を調べると地面の下の方の昔の地層の中には非常に原始的な生物の化石しかないだんだん上の方の時代が新しくなればなるほど上等な生物が現れているというようなこれなんかが進化論の非常に重要な証拠となっているわけですけどもそういうのは全てダーウィン以前にあった。 ですから、あの、ウェガナーと同じことを繰り返しますと、ダーウィン以前に目がある人があってですね、これを見て、あこれは生物の進化とこう考えたとすればですね、その人はダーウィン以前に進化論を打ち出せたわけなんですけど、ところがそうじゃなかった。見れども見れず。 聞こえ、聞けども聞こえずというような状態がずっと続いてて、そこへ大天才、ダーウィンが現れて進化論を、これらの異質の要素を組み合わせて進化論を打ち出したってことですね。で、その実態はもう材料集めの永遠たる努力です。95%の汗というのが アアイディアを生む実態だったわけですね。幸いにしてダーウィンはねあの非常に金持ちの家に生まれましてね先祖代々お医者さんで奥さんの方はウェジウッドという今でもイギリスの何ていうか高い陶器を作っておりますねその陶器屋さんの娘さんだったんですからねあの一生の間どこの大学へ勤めるなんてのそういうゲスなことをやらないでゆっくり暮らせた。 でも、ゆっくり暮らせて何もしなかったんじゃなくて、一生懸命そういう、その自分が好きなあ、その生物学に没頭して、そこからみんながあっと驚くような素晴らしいアイデアを生み出したというのが、ダーウィンの一生であったと言っていいと思うんです。要するに、ひらめきにとって重要なのは、つまり、 遺質の要素を組み合わせるということが重要なんですがそのためには遺質の要素をたくさん集めてこなきゃいけませんねこれが95%のの汗の実態だとといいいうことを言いたいんですウェゲナーやダーウィンには及びもありませんけれども次には私自身の話をさせてくださいこれはあの決してその自慢話というふうに取らないでくださいね自分自身の体験したことをお話しするというふうに取、えー、っていただくとありがたいです。 あの、今私、ニュートンという科学雑誌の編集長をやってるんですね。もうこれ大学定年で辞めまして、その年からこれ発行を始めて、もう満11年経過いたしました。その間にもうちゃんとした科学雑誌の その定評を得ましてですね11年間無事に続いたわけですね大抵こういう話は大学の先生なんか編集長やると見つきで潰れるというのがこれ出版界の常識なんでその常識を打ち破っただけでもこれ良かったなぁと思うんですね自分自身こういうこと好きなんですからその最初にお話ししましたそういう意味では理想の人生を私は歩んでいるというようなことにもなりましょうさて こういう科学雑誌がこれだけの成功を収めるについて、そのひらめき、どういうひらめきがあったらよか、ったからよかったんだという話をちょっとしてみたいと思うんです。簡単なことなんです。つまり、科学とですね、それから絵ですね。例えば綺麗なカラーの写真だとか、それからイラストだとか、それを結びつけて、そういう新しいタイプの科学雑誌を作ってみたいと。 私その大学を辞める5年くらい前から考え始めたんですねそれが実現したものがニュートンであると言っていいと思うんです何でもないことですが科学とそういう意味の絵カラフルな絵と結びつけるというようなこと何でもないことですがこれがやっぱり今になって考えると異質の要素の新しい組み合わせだと思うんですね お調べいただくと分かることなんですが、日本の写真週刊誌ですね。ニュース写真の週刊誌というようなものが現れたのもニュートンより後ですからね。これはかなり、つまり科学というのは分かりにくいと普通に言われているものと、それから写真、カラフルな絵というようなものを結びつけるというのは、それこそ異質の要素の新しい組み合わせという一つ、その一つの例と言っていいだろうと思うんですね。これを考えついたと。 で、それを真面目にその道をずっと歩み続けてきたということが、まあ、この成功を収めた大きい原因だろうと思っております。一体、その、そういうことを絵と科学結びつけるなんてことを僕がどこから思いついたのかということなんですが、これもずっと考えてみると、私、テレビというところへ行くような気がするんです。ちょうど私が東京大学の教授になったそうですね、今から。 3 4 0年前頃からですね日本でもテレビが現れてくるカラフルなあカラーテレビなんていうものも使い物になるものが現れてくるそうすると頼まれて私がそれに出演してと話してみるとまことにその絵というものはあ科学の内容を分かりやすく伝えるのに非常に重宝なものなんですね。 言葉を費やすのには、かなりの言葉を費やさないとわからないようなことが、絵でもって説明するとパッと分かっちゃうと。そういう一面があって、これは素晴らしいなぁ、というようなことを思い知らされたというのが、この科学と絵を結びつけると。現在私が編集長しております科学雑誌を作ると、作りたいというような、ま、アイディアと言いましょうか、それのきっかけだったと思うんですね。 で、これが、つまり、絵と科学を結びつけたと、異質の要素を結びつけて、それで科学雑誌作ったのが良かったというの、一つの例ですね。もう一つですね、私今までに、まあそうですね、本、私の書きました本の数がですね、330冊くらいあると思うんです。そんなたくさん本書いた人、ちょっと世の中にはないんじゃないかと自分では思っておりますけれどもね、 えー、そういうその本を作って、しかもいい加減な本は書いてないつもりです。330冊も本書くのどうしてできるんだということ。これもまたちょっとした遺失の要素の組み合わせであったという話をその次の例として話しさせてください。実は私ですね、もう30、40年前からテープレコーダーを使って原稿を書いてるんです。 で、テープレコーダー。テープレコーダーってまあ、この程度の茶チなチ世の中のどこでも売ってるようなテープレコーダーですけれどもね。これその原稿を吹き込んでいくわけですね。で、その吹き込んだテープを今度は秘書がそれをレシーバーを使って聞きながら、最近ですとこのワープロに売ってくれるというような、そういう原稿の作り方をしてるわけですね。つまり、テープレコーダー、 それから原稿を作りと言いましょうか全く異質の要素ですねそれを結びつけるテープレコーダーを使って原稿を作るということを考えついた今から40年くらい前だろうと思いますが以来もっぱらその道を歩んでるわけですねでそれはテープレコーダーを使って原稿を作るのにはいろんなコツがあります のテープレコーダーにレモートスイッチってのがついてますわね止めたり動かしたりその止めたりすることができるわけですがで私はテープレコーダーに吹き込むときにコンマピリオド入りで喋ってるんですなんとかなんとかコンマというところまで行ってそれから先の3段がつかないときには一旦スイッチを切って止めてテープを止めて 次のピリオドまでどう喋ろうかなーって考えて、思いついたらスイッチをオンにして、そして次のピリオドまでを喋ると。いうようなことを a a と続けて、その、原稿のためのテープを作ってるわけですね。まあ、その具体的な話は別としまして、テープレコーダーを使って、 テープレコーダーというものと、まあ新しい発明と言ったらいいでしょう。それと原稿作りというのは全く異質の要素を組み合わせるというところで、もう一つ私の一生の間にこれまでに330冊の本を書くことができた。で、これはこれでとても楽しかったですからね。そういう理想の人生を送るのに、異質の要素の新しい組み合わせと。 つまり全く違ったものを組み合わせてそこから自分の仕事のための便宜を生み出してくるという一つの重要な、まあ、発明といいましょうかアイデアの組み合わせっていうかアイデアの考え出すということがあったということですね。でテープレコーダーを使って仕事をしておりますとねいろいろこれがまたいいことがあるんですよ。 例えば、テープレコーダーを使って仕事するためにはあんまり長い文章ダメですね。テープレコーダーでやろうと思っても。長い1ページにわたって1つの文章なんてな文章をテープレコーダーで言うわけにいきません。はじめなんとか私はって言い出して、しかし延々とやってるうちにはじめ何言ったのか忘れちゃったりしますからね。それではテープレコーダーを使って原稿は作れません。 ですからテープレコーダーを使って原稿を作るためにはできるだけ歯切れよく語らなければいけませんね。パッパッ一文章一仕語と一述語というような形で短い文章を連ねて自分の言いたいことを言うそういう工夫をしなきゃいけませんね。私の,その今この話っぷりからもそれが多少うかがえるのじゃございませんでしょうか。 私テレビなんかに出ますとみんなが先生の話歯切れがいいってんですねパッパカパッパカやっていくもんですからねこれはやっぱりテープレコーダーを使って原稿を作ってるもんですからあんまり長い文章テープレコーダー使って作るわけにいかないそんなものを作ったって秘書が打つときに困ってしまいますからねタイプするときに、えー、というわけで短い文章を歯切れよく連ねているうちにですねうちにこういう喋り方になっちゃって テレビに出てよかった、あラジオで喋ってもみんなにいいなって言われたということですね。今度はテレビやラジオでそういう喋り方してますと、今度はまた家へ帰ってテープレコーダーに向かって吹き込むときにやっぱり歯切れが良くなるわけですね。最近になるとだん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 僕も偉そうになってきましてね。あの、日本の偉大な野球の監督に長い話をだったかなったら切れなく喋る人がいますね。 で時々英語なんか入れますからなお分からなくなってしまいますこの人は私大好きな野球人なんですで僕いつか彼に会った時に言ってあげたんです「なったけあの話短く早くピリオドを持ってくるようになさるといいですよ」と言って以来彼の話が少し改善いたしましたあのこういうことあのテープレコーダーを使って原稿を作ってることの副産物ですね 話が分かりやすくなってくるというようなこと。 これがまた僕にとって一生どれだけの宝物になったかもしれません。それをですね、あっけない言い方で言えばテープレコーダーという新発明とですね、それから原稿を作りという昔からあった仕事と結びつけたと。これで、しかし完全原稿のテープ作ってる人は日本でもあんまりいないんじゃないかと私、ひそかに思っておりますがね。これで大変重宝しまして、えー、重宝するとですね、結局のところそれが330冊の本を これまで作っったというようよなな結果になって現れるんでですねでもそういうそのテープレコーダーと原稿作り原稿作りを組み合わせようというようなアイディアを生むためにはですね「やゆのやゆの」とその出版社から催促されて締め切り迫ってますよなんてな苦しみを味わわないと出てこないことですね決してそれが天から降ってきたアイディアではないってことです。 どう考えましてもですから私これまでに経験した偉大な科学者の例といいそれから私自身の拙い例といいいずれもひらめきというものは異質の要素の組み合わせ新しい組み合わせでそういうそのひらめきを生むためには永遠たる努力エジソンの言った95%のパースピレーションというものがなければいけないというのが私が これまでの長い人生を歩んできて悟ったひらめきの開発方法のポイントと言っていいと思います。繰り返し申しましたように、アイディア、ひらめきというのは、異質の要素の新しい組み合わせと。 ですからその実態はというとその遺失の要素をいろいろと探し求めてさまよい歩く、その努力ということだと思うんですね。そういう立場でその遺失の要素、新しいアイディアを得るのに役立つ材料として一番重宝なのは、まあ、手っ取り早くて重宝なのは私、書籍、本だと思うんですね。 私の後ろを見てください。本がブらーッと並んでおりますが、もうちょっと細かく見てみますとね、その本の大部分は辞典の類です。百科辞典だとか、なんとか辞典、なんとか辞典。つまり評論なんかないってことです。世の中に僕の考えですと、評論くらい、くらいつまらないものはないと。 評論家にしましても戦争中には天皇陛下万歳なんて言った人が戦争を進むとすぐ人民のためになんて言い出しますからねあのその当てにならないですからところがデータの方はどれだけ経っても役に立つわけですねそういう点で本の種類を絞ってまいりますと百科事典辞典の類になります私の後ろにある本の大部分はそういう類の本だということも一つ皆さん参考にしてください それから繰り返し申してきましたように、えー、アイディア、ひらめきってのはですね、棚からボタン持ちなんていうのとはおよそ違うことで、努力の継続だということも、これも最後の話としてぜひ言っておかなきゃいけないことだと思うんですね。 であの例えば私自身の例にしましても私、子供の時から実に規則正しくてまた努力の継続ってなこと、暮らし方をしてるんですね。ちょっと皆さん、興ざめするかもしれませんがでも本当の話ですから聞いてくださいね。私、今でも子供の時からそうなんです。朝4時頃起きるんです、起きるというか目が覚めるんです。 で4時に起きるためには前の晩早く寝なきゃいけませんね。私大体いい9時頃寝ます9時頃出て。9時頃寝て4時頃起きるというようなその仕事のパターンを私偉いと思うのは自分自身を褒めるわけですけれどもね。あの子供の時からずっと 72. 点何歳の現在までやってきたってことです。 さっき言った330冊本書くんだってですね、テープレコーダー使うというような、まあ新技術を開発はしましたけど、でもテープレコーダーに入れるのに時間要しますからね、何もしないじゃいけないわけで、そういったことを a とやってるわけですね。もうどんなことがあってもそれをやめないんですね。私、それこそ3、40年前に自分自身に約束しましたこととしてですね、ことの一つとして、どんなことがあっても一月にですね、 400字詰め原稿用紙300枚以上原稿作ろうと。自分に約束したんです。それだけ作らないと食べられなかったわけじゃありません。本屋から催促があったわけでもありません。自分自身が怠惰になるのを戒めるために、継続の努力をする、励みにするために、どんなことがあっても一月に400字爪原稿用紙300枚以上書き続けようと。 40年前にに自自分自身に約束したんですで私自身が偉かったのはまた自分を褒めるわけですけどねその約束に僕どの一月もたがっておりません72歳何歳になりりままましててもまだやっておりますそういうのが結局のところひらめきを生む一番大事なことひらめきを生むためのそして理想の人生を歩むための一番大事なことじゃないかと私考えるんです。 私の話しましたことを参考にしまして皆さんも新しいアイデアを次々と生み出して理想の人生自己実現の道を歩んでいってください。